します。ご一緒よろしいですか。名前は喜ぶに嬉しいでキキって言います。キキお願いします。ハッピーですね。溢れた名前なんて声かけた。無理して飲まなくていいからね。おいくつなの。今20歳。ちょうど20歳くらい。22です。22。22。22。あ、そうです。中学生じゃない？だけど本当に年上。はい、なんか応援したい。見とくで俺ずっと。はい、どうぞ見てくれ。これ泣くかも。じゃあもうもしキキがなナンバーもし入る日が来たらな一緒に行こうな。次はどうですか。まあ、でもずっと笑顔で愛想はいいんで。まだ卓今日が初めて着くぐらいだと思うんでできなくて当たり前なんで、でもあの笑顔さえ保ててれば今後は問題ないんで。笑顔があれば大事だ。本当ですか。もう笑い事しかできないんで、あんま俺口下手なんで、そう、うまく話せないんですよ。あ、間違えた。ここに入れちゃった。間違えた。頑張ろうぜ、頑張ろうぜ。飲んでる。飲め。お酒は僕はまあ自分で言うのもあれですけど強いですね。じゃあ隣いいですか。これはちなみにどういう関係性のためですか。あ、もう2部に行くメンバー。あ、2部に行くメンバー。はい、キャリバックしすぎて、キャリバックしすぎて。どこから来た。山口県です。ね、もう初日は井の頭公園で待って気合入りすぎてやばいな。すごいね。今何週目。今日で10日目ぐらい。今日で10日目。ポスト経験はあったんですか。ないです。ゼロです。一生分のお金を稼ぎたいなと。ポストで一生分のお金を。だいぶもうなんかポストって感じになりました。本当ですか。僕が会った時から。いや嬉しいですね。めちゃくちゃ変わってます。これからもっと変わると思いますね。もっとオーラが突き出してくるんで。はい。なんで飛び局からポスト。翔社長の YouTube ずっと見てて、はい、進展出す時ってあれTwitter で見たんで、速攻仕事辞めるって連絡入れて速攻来ました。あ、性格がちょっと似てるんですよね。店の外出たら人と話すのが苦手っていうか。あ、そういうタイプなの。ちょっと見た目からは感じられないかもしれないですけど。めちゃめちゃ人見知りです。あ、そうなんですか。はい。へえ。いいですか。大丈夫。眠たい。眠たいよね。もういいから。秋野翔さんのいいところ見つけてください。どうぞ。秋野翔さんのいいところまず、やっぱ一番面倒見がいい。あとなんかね、無性についていきたくなる。もう一つはやっぱ酔ったところが可愛い。まだある。まだ10個ぐらい出るな。あとはやっぱかっこいい。あとはまあそんぐらいかな。猫ちゃんに顔がかっこいい、優しい、多重人格、リーダーシップがある、耳たぶん、耳たぶん、これ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 、そのスムーズに営業進められるかどうかっていうところで、ネイルめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ髪型いいですね。ボブ似合う。ありがとうございます。一緒に探してもいいですか。ありがとうございます。バッチリ。ここまでどうですか。あ
バタバタして、でも思ったよりみんなスムーズにやってくれてるのと、経験者での子たちがやっぱ引っ張ってくれてたんで、今のところそこまで大きな問題はない。最終ステージまで残り1分、残り1分となります。やば、何やるの。いや、もうシャンパンゴールド量がやばいな。しか理解できてないんで、まあその割り振りですね。これは僕がやって、大丈夫かな。最後のだけ、あ、もう死んでますね、シュル。あ、シュルも死んでた。僕これだけやるんで、他はメインちょっと回します。 OK、 お願いします。この順番で、あの紙置いとはずやけん、音を探してやってほしいのね。わりかし急ぐかな。いや、3連続か。これは何やってるの。一人一人あのシャンパンコールの曲が違うんですけど、アーティスト名と曲名でみんな提出してもらったやつを、はい、入れてるんですけど、めっちゃ珍しい曲でないかもしれなくて、ちょっとトラブルかもしれないです。そのままこうやってていい。今音源待ちなんです。いける。で、B2 やけん、V と左を消す。で、マイクが大きすぎんようにみたいな感じで。うん。こちら、はい、B の2番チームで、はい、陽気王子の、はい、素敵なミュージカル、はい、今度は、はい、高級車が、はい、おしゃれができてきました。はい、初日の王だ。あーって、あーって。あ、こっち。あー、あーだよ。あー、入んないで、あっち向けて。あれ、あ、あ、いける、いけるよ。入んないんだ。もともと音楽作ってたので。あ、そうなんですか。はい、ギターはもともと弾けるんですけど、ベースも弾けるようになって、作曲の時にピアノとか使ったりとか、そうですね、いろいろ編曲を独学で学んで。翔さんだ。はい。社長の力って大きいなっていうのは。OK です。お疲れ様です。みんなよく頑張ってくれたと思うんですけど、少なくとも今日、この店がつまんないとか、この店に不満を感じて帰ったお客様は2組ぐらいいたので、まあまだまだ店としては。未熟な店なんだと思います。ただ逆に今日
一日営業してみて、みんなのいいところもいっぱい見えたし、俺としては良かったです。足りないところはみんなで埋めていけばいいし、細かいところとか音響問題とかそんなのはもう別に今日言ったら明日治るような問題が多いんで、指示が足りなかったなとか、ヘルプもうちょっと長い時間つけたなとか、もっと気回せたなと思うんで、誰だってホスト新人の頃はみんなと同じ仕事できたわけじゃないし、店もそうっす。初日でこれだったらむしろ伸びしろしかないです。お疲れ様です。あれ給料ですか、それ。そうですね、おほぼ社長です。そうですね、翔さん。そうですね、翔さんのどれと、うん、これだけが翔さん。そうですね、一人飛び抜けてるんで、なんでも本当このレベルですね。お、すごい。こっちが翔さんで、そうですね、これが全従業員ですね。もう全然実際どうですか、1ヶ月。まあ、正直な話、もうすでに従業員4人ぐらい辞めちゃって、3人ぐらい飛んじゃって、もう初日で1人2人ぐらい、初日が3日目ぐらいで飛んじゃったりとか。あ、そうなんですか。で、辞めたのは誰？いろんな女の子に対応できて、初めて一流のホストというかプロのホストだから、まあ、キキは笑顔も多いし愛想はいいんだけど、まあこれから覚えていく子いっぱいあると思うから、まあ場数踏んで、すげえ辛辣な言い方だけど、女の子は不快なことを言ったりとかするぐらいだったら何も言わないのが正解だしと思っちゃうぐらいだから、まあ店としてもいっぱいフォローしていくから、同じミスをしないようにとか、そういうのをしっかり意識していく。本当にすごい大変でしたけど、でもこれから続けられそうです。あ、本当です。はい、これから、まあ、翔さんに追いつき追い越せで自分も高められていったらいいなと思います。まだ特に増えてもないですね。あ、そうなんですね。まあ、これからですけど、まずそこが一番の今課題かな。